ま、大好きなのしか入ってない俺の。特にイカとタコ。めちゃくちゃ面白い名前つけてました。やばくない？はい、だるい。はい、だるい。はい、だるい。いや、だるいだけだったらまだ。はい、だるい。なんかすごい、なんか。すごい気持ちがすごい伝わってくる。行きますか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、どうぞどうぞ。すいません。はい。あ、いや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 。一応あの、まあカレーが名物かな。よく出るのはこのカレーカレー。はい、辛さ選べます。辛さ選べます。標準が辛なし。で、ここからちょっとずつ辛くしていってるというような、そういう形で。すごい。はい。何辛でいきます。美味しいでしょ。いや、僕結構辛いの好きなんで。中辛で。中辛で。まあ、まず中辛。姉様だ。あ、はい。一つでよかったですか。はい、すみません。うわ、ちょっとめっちゃいい匂いするわ。ザ・カレーの匂いがする。うん、福神漬けもあります。え、もういただいちゃっていいですか。早速いただきます。じゃあもう一回いいか。が入ってる。あ、ちょうどいい辛さ。うーん、まい。しかもさ、僕ね、普段ね、カレーね、上にかけるタイプなんですよ。半分に分けるタイプもいるじゃないですか。でもね、全部上にかけず、僕いっぱい食べれるから、カレーとご飯どっちも。そういうタイプになってたら嬉しい。お野菜いっぱい入ってる。何が入ってるんですか。お野菜が。イカとかも入ってる。イカとかも入ってるし、ナスも入ってるから。もうお野菜いっぱい入ってて、ヘルシー&しっかりカレーの味もある。まピーマンも入ってる。ピーマン入ってる。これ、お野菜が入ってるんですけど、はい、これ、あと、なんかちょっと海鮮系も入ってるじゃないですか。そうですね。野菜はピーマンと人参とキャベツと、あと、ナスビですね。めちゃめちゃ入ってる。コーンもありますしね。あと、海鮮系がイカとタコが入ってます。もう大好きなのしか入ってない、俺の。本当、海鮮大好きなんですよ。あ、そうだ。特にイカとタコめちゃくちゃ美味しいです。しかもいっぱいこう小さく刻んでくれているんで、食べやすいですし、いろんな食感があって楽しめます。なんかどこ食べてもなんかこういろんな食感が混ざって美味しいですね。いただきます。でもちゃんと中辛。ちょっと辛めでしょ。いや、はい、いや、僕辛いの好きなんで。ああ、めっちゃうまいです。で、こう、なんでお野菜と海鮮どっちも入れようと思ったんですか。これ、もともとまかない料理で、あ、それで余ってたような野菜とかを使おうみたいな、そういったところがあったみたいですね。うん、うん、うまっ。美味しいっすね。しかも量もちゃんとあって、ありがたいですね。そのご飯の量としては、ご飯茶碗にちょっとプラスした程度なんですけど、その具がやっぱりいっぱい入ってるんで、はいはい、それで結構お腹いっぱいになりますね。食べ応えが。そうそうそう。しっかりやって。ちょっと食べやすいです。嬉しいな。うまい。美味しいっすね。
しいです。ありがとうございます。うん、1日かけて煮込んで寝かしてっていうことなんですね。柔らかいですもんね、うん、柔らかい具が、はい、それ大豆腐が入ってますから、うん、はい、柔らかい。どうですか、結構色々ありますもんね。1枚、はい、スープかけたら、次のいろいろあの、うん、はいはいはい、やっぱシンプルで、うん、このちょっとトロッとしたスタイルが僕は一番好きですね、はい、スープカレーも美味しいですけどね、うん、本当に美味しいです、うん、美味しい。じゃあ、ごちそうさま。お腹いっぱいですか、大丈夫ですか。はい、でも中華だけど、うん、我慢できない辛さではないですね。辛とかやっぱ、うん、でこういうお名前にしたの。ハイダルイ。ハイダルイ。まあ方言なんですよ。あ、ここら辺の。はいはいはい。ハイダル。あ、本当。書いてある。そうそう。中野地域の方言って。はいはいはい。くだらないとかしょうもないとかそういう意味なんですよ。大体わかりますよ。ハイダルイ。あ、そうなんですね。みんなすごくだるい、体がだるいみたいななんかそんな感じで。はい、あ、なるほどなるほど。あ、そうじゃなくて。はい。くだらないなとか、そうくだらないしょうもないとか、はい、そういうのは行動している人に対して言うような、はいはい、そういう言葉。なるほど。なんでこのお店の名前にしようって、ま、あのうちの父親がつけたんですけど、あ、はいはいはい、私2代目なんで。あ、2代目なんですね。多分ノリですね。ノリ。いやでもなんかすごいね、あの人間味、それこそこれですね、人間味の言葉っていうのがすごい伝わってきて。すごい気になりますね。あんまりいい意味じゃないんですよ。そうですね。しょうもないことしとるなみたいな、なんかそういう意味なんで、な何ハイダルいことしとんねんみたいな、なんかそんな感じなんで。なるほどなるほどなるほど。あんまりいい意味じゃないんですけど。いやでもね、やっぱり今の時代そういうもんですよ。でも頑張りすぎも良くないとってことですよね。